新型コロナウイルスの影響で結婚式が延期になってしまった新郎新婦の皆さん、司会直樹です。長い間準備をしてたくさんのおもてなしを考えてこられた皆さんのお気持ちを考えると胸が締め付けられます。でもこの霧は必ず晴れます。あの時延期にしてよかったと思えるような素晴らしい一日が必ずやってきます。今はゆっくり休んで作戦会議、憎きコロナに打ち勝った末の結婚式は1000倍いや1万倍幸せなはずです。この間僕もしっかりと改めて司会術を磨いて準備しておきます。ではいいですか、イメージしてください。待ちに待った結婚式の入場前です。扉が開きますよ。みんなお二人の笑顔を待っています。世界中の青空を、これは本番に撮ってきます。新郎新婦の入場です。